え、こんにちは。速っかの久保でございます。えー、昨今のね、ウクライナ情勢で、FX の方も、私の判断ではですね、ファンダメンタルが起きやすいので、テクニカル重視の私としては、自分の市場には向かないなと思って、ここ2週間エントリーは控えておりました。で、今日で2月も終わりますんで、もう今日もね、エントリーはしない方向でいこうかと思います。場合によっては3月もできないかもしれませんね、これはね。えー、なんせね、テクニカルが効かない時っていうのは、 勝率は非常に低くなるんですよテクニカル理論でやってるわけですからね、まあ、しかしね、えー、2月もお話した通りファンダメンタルズも積み重なっていけばテクニカルになっていくんですよ、まあ、ですのでもう一山辛抱がいるかなっていうところでございますで今回ですねご質問いただきましてその内容っていうのがあのー、XM 証券を私は使ってるんですけどもこれはどうしてそうなったんですかってことだったんですよね、えー、ともちろん日本 国内の証券会社を使うことによるメリットっていうのは大きいと思います。で、私が考える、まあそのメリットとしてはですね、海外の XM 証券などの FX 証券口座を開くと、これ日本円引き出すときに利益の部分がですね、えー、課税対象が結構重くなってしまうんですよ。まあ最高税率55%ということになってきますよね。ただ、 あこの海外から持ってきた場合は雑所得扱いになるんですけども日本国内の例えば GMO クリック証券ですとかねこういったあ FX の会社を使うと、えー、これはね最高税率で20%なんですよね、まあ、ですんで、えー、日本の証券会社の方が有利なことは間違いないと思いますただデメリットもありますこれは今改善されてると思いますけどもまだ実際には分かんないんですけどもねその前提でお話しますけどもそれはね日本の証券会社はお衣装が来るんですよ つまりは、急激なロスカットによる価格変動で、そのロスカット制限が間に合わないときにねえ、思わぬ損失が出る場合があるんですよ。その損失を証券会社は背負ってくれないんですよ。お衣装と言いまして、あの、証券口座をお使いのユーザーさんに、あと何百万足りませんよって来るんですよね。これによって、えー、投資に、ちょっと不慣れなね、えー、投資家さんっていうのが、 2005年以降ね、結構破産したりとかする人が多かったんですよね。まあ、そのイメージですかね、私の場合は。それが一つです。もう一つはですね、えー、単純に私が FX を教わった方が XM 証券を使っていたんで、教わりやすかったってところがあります。同じ画面、同じ操作なんでね。えー、そんな感じですね。はい。まあ、今回のウクライナの件でですね、ポジポジ病と言いまして、 なんか寝動きが早いしんで、ついついね、ポジション取っちゃう方もいると思いますけども、まあ私の場合はね、あの、大きなファンダメンタルズがない時だからこそテクニカルを活かしていけるっていう手法ですんで、やっぱ冷静に考えて、今回みたいな情報が入ってきた時にはね、いち早く相場を見ることに努めて、えー、実弾を入れることは控えたって感じですかね。うん、まあもしかしたら3月も、もしかしたらポジションなしが、 続くかもしれませんけどもまあけどね使える限りテクニカルを使って利益を取っていこうかと思いますそれではまた月曜からの相場解説をお楽しみにご質問いただきましてありがとうございましたでは一旦失礼します